それではベラアズール渡辺調教師にお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは最小域量を終えての感想からお願いいたします。はい、予定通り、はい、いい調教ができたと思います。今日はどういったテーマ指示だったんでしょうか。そうですね、まあ前走後からそんなに感覚もないですし、はい、まあ、全体的にゆっくり入ってしまいだけさっと伸ばすという予定でやりました。まあ、中3週という本当に短期間ではありますけれども、この中間の様子とはいかがでしょうか。はい、前走後すぐ農山信楽さんの方に放牧出させていただいて、まあ、実質1週間ちょっとぐらい、はい、気持ち的なリフレッシュという意味で、はい、短期放牧出させていただいて、で、2週前に帰休させて、現在に至る感じですかね。まあ、ジャパンカップ前の追い切りなんかでも非常にいい走りを見せていたと思うんですけれども、はい、その時の状態と比べて今回はいかがでしょうか。あれだけのレースしたにもかかわらず、疲れもなさそうですし、はい、ジャパンカップ前と、同じぐらいの出来にあるんじゃないかなと思ってます。1週前ちょっと手前を頻繁に変えるようにしましたけれども、はいはい、そのあたり今日はどうでしょうか。そうですね、うちの乗ってた助手にもちょっとその辺気をつけて乗るようにということは言ってたんですけど、はい、今日はそんなに、2回変えたのかな、はい、まだちょっと後で確認するんですけど、はい、そんなに悪いことではないと思うんですよね、はいはい、変えられるっていうだけ のボディバランスがある馬なんで、はい、そこは特に気にはしてないんですけど、そういった意味では、自信を持てる状態で送り出せそうと。そうですね、はい、そして何と言いましてもこの1年ものすごい快進撃を繰り広げてきた馬だと思うんですが、はい、この年末の大一番前に改めてこの1年の活躍というのはどう感じられてますか。はい、そうですね、年明けなんかは、正直なところここまで、ね、活躍してくれるとは本当に思ってなくて、その辺は馬に申し訳ないなっていう気持ちはあるんですけれども、本当にね、芝代わりもそうなんですけれども、体質面も強化されてきてますし、競馬日程の折り合いなんかもつくようになってきてますから、本当に、いろんなの要素がかみ合って、ジャパンカップだと思ってて、はい、それが全てうまくいったなっていう感じですかね。はい、ただ勢いだけでは、語れないほどの、G1 制覇だと思いますけれども、はいはい、どうでしょう、陣営としても自信も深めたところもありますか。そうですね、ここ、何戦上がり最速っていう走りを見せてくれてますし、ジャパンカップで本当に、あれだけの馬群割ってきて合脚ですから、ちょっと確信に変わってきてるかなっていう気はしますけれども。そして今回の舞台は中山の2500ということになりますが、はい、このあたりの適性というのはどう感じられますか。そうですね、末脚を、生かすには広い馬場のが合ってるのかなっていう気もしないでもないんですけども、でもあれだけの馬群をさばいてこれる馬なんで、はい、で多少ごちゃついてもっていう、むしろごちゃついた方がっていうところもあると思うんで、はい、その辺に関してはあまり心配はしてないです。渡辺調教師としてもご自身でジョッキーとして、有馬記念3頭経験されてますけれども、どうでしょう、有馬記念の鍵というとどのあたりになりそうだなと思われますか。そうですね、やっぱりできれば内目の枠が欲しいかなとは思ってますし、でもちょっと馬場に関してはあれでも多少こなせる馬だとは思ってますんで、はい、あとは枠順ですかね。はい、そしてこの馬はまだまだ底が見えないのかなという感じもありますけれども、どうでしょう、このあたりの成長力あるいは完成度というのは。そうですね、僕らとしてもいつもそれなりの自信を持って送り出すんですけれども、その上を越えてくる、いつもマイレースマイレース走りをしてくれるんで、はい、本当に次走も楽しみでしょうがない感じですけれども。
まあ、あの芝で6戦すべて上がり最速というのをマークしてますし、まあ、前走でごちゃついても OK というところも証明できましたが、この馬の、まあ、そういった強みなんかを生かすという意味ではどういうレースの立ち回りを期待したいですか。そうですね、まあ、あの京都大賞典のようにあの外から差すっていう競馬もできますし、はい、まあ、前走のようにね、あの打ちさばいてくるっていう競馬もできるんですけども、まあ、まあ、あとは流れもあるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと中段ぐらいの位置は欲しいかなっていう気はしますけれども。そしてまず G1 を一つ取りましたが、渡辺調教師としてグランプリ制覇の思いというのはいかがでしょう。そうですね、やっぱり有馬記念調教師になったからには、はい、取ってみたいタイトルではありますので、はい、ちょっとここはチャンスかなとは思ってます。そして今回ライバルも強力なだけに、ここを勝てば現役最強あるいは、まあ、年度代表馬の可能性もというところも出てくると思いますが、はい、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、本当にそうそうたるメンバーですから、はい、まあ、ここでどんな競馬してくれるのか、楽しみにしてます。非常にファンの期待も大きな一投です。最後にファンにメッセージをお願いいたします。そうですね、本当に有馬記念なんあの本当にいい状態で、はい、ベラーズル出走させることできますので、まあ、ファンの皆さんにもいいクリスマスプレゼントになればなと思ってます。まあ、応援していただければありがたいです。